心が踊るのは踏み出すこと。あなたへ。こんにちは。四季の色が春のピンクから新緑のグリーンに変わりつつあります。新年とはまた違った意味で気持ちが改まる4月の日々。お変わりありませんか春は出会いと別れの季節ですね。でも、 新しい出会いとはすぐに仲良くなれるわけではなく、私には別れのインパクトの方が強いようです。川に流れる花びらを見送りながら、この胸の奥からなかなか出ていかない切ない気持ちをぼんやり感じて過ごしています。それでも、時間は、私の感情などお構いなしに、前へ、 前へと進み続けて行きます。川の水面を桜色に染めていた花いかだは今頃大きな海に出た頃でしょうか海といえば私が最初に就職した会社は船会社でした「物は動くことで価値が生まれる」 という就職活動中に出会った物流業界の言葉に胸を打たれ海を越え価値を生み出す仕事に憧れて希望をいっぱいに社会へとこぎ出したのでした入社してすぐに巨大なコンテナ船に乗り船や港湾について学ぶ乗船研修がありましたキラキラ光る果ての見えない海に浮かぶ大きな船は 港から見上げると大海にそびえる高層ビルのようでした。また何も積まれていない船の底は覗き込めば深い谷のようで冷たく暗い空気に吸い込まれそうで足がすくみました。こんなに巨大な船の底も大きな海に浮かべてみれば銀紙一枚ほどの厚さなのだと聞いて 海の世界の深さと広さに圧倒されたものでした私たちの暮らしや誰かの思いを運んでいるのは大海原に浮かぶ銀紙の小舟などですね今日はそんなまだ見ぬ景色への憧れと喜びに輝く船出の詩を送ります Exaltation is the going of an inland soul to sea, past the houses, past the headlands, into deep eternity. Bred as we among the mountains, can the sailor understand the divine intoxication of the first league out from land? Kokoro ga odoru no wa koto. 内なる地で育まれた心が海へと向かう。家々を通り過ぎ、岬を越えて、深く果てしない旅へと。山に囲まれ育った私たちのように、船に生きる人たちにわかるだろうか。霞む大地を後に、深き海へ出た瞬間の、えも言われぬ高なるこの気持ちが、 私の社会人としての初めての後悔はうまくいかないことや失敗続きで会社や社会にというよりも自分自身にがっかりし不甲斐なさに打ちのめされることばかりでした今思い出しても恥ずかしく苦い思いがします「物は動くことで価値が生まれる」その言葉の意味と同じように泣いたり がっかりしたりそれでも前を向こうと踏んばったり踏んばれなかったり揺れ動く心そのものがその人がその人たるゆえんとなるそう思えるようになったのはつい最近のことです何も感じなくなったら楽なのにと思うこともありますがいいこともよくないことも 心が動くことで自分になるということなのかもしれません。そうやって自分を知りながら世界を知りながら銀紙の小舟は海を行きます。ある海でうまくいかなくても大丈夫。海は七つもあるのです。しかもその海は結局のところ全部つながっているのです。 バラバラに見えてよくできた一つのストーリーだったと思う瞬間はきっと誰にでもあるのではないでしょうかあなたの小舟が銀色に輝く石のもとに風の吹くまま炎の向くままに心地よい叱るべき場所へ導かれて行きますように近くに浮かぶ小舟から いつも祈っています。また手紙を書きます。あなたのいない夕暮れに。小谷文コメント。エミリー・ディキンソンの主役に寄せて。最近、友人と絵はがきのやりとりをしているのですが、彼女が選んだ絵はがきとカラフルな文字から、 その暮らしぶりや家族の様子、さらには彼女の内側に広がる世界そのものまでもが、切手が貼られた小さな窓から伝わってくるようです。手紙は、肉体は伴わず、精神だけを伝えるという点で、私にはいつも不滅そのもののように思われるのです。という言葉を残したアメリカの詩人、エミリー・ディキンソンは、 今から150年ほど前、南北戦争の時代に生き、生前は無名でしたが、1700編もの詩を残していました。その暮らしはいつも白いドレスを身にまとい、自宅からほとんど外に出ることはありませんでした。そして社会と世界と、彼女なりの距離を取りながら、詩をひそやかに書き続け、 限られた人と手紙のやりとりをして過ごしました。彼女の詩や手紙には、閉じた窓の向こうに彼女が見つけたいつまでも失われることのない世界が広がっています。stay home, keep distance。この閉ざされた日々に彼女の詩という窓の向こうを一緒に眺めてみませんか 2020年秋小谷文